こんにちは。どうしたの？元気ないね。そう、失恋したんだ。そんな悲しい顔しないで。私じゃ役不足かな。でも私なりに精一杯慰めてあげるね。あなた心から私を必要としているのね。うん、いいよ。今日からずっとそばにいてあげる。夢じゃないんだ。本当にビデオガールが、ハイちゃんがうちに。おう、なんとかいける、このスープ。昨夜の飯は拷問だったけどな。あ、あ、いかんいかんいかん。俺は萌実ちゃん一筋なんだ。いかんぞ、もう手打ちヨータ。自分を見つめ直せ。ヨータ！なあ！なにすんだよ、いきなり！どうしてくれんだよ、このおっぱい！こんなにへこんじゃって！うん、じゃねえよ！俺はな、体の中で胸が一番気に入ってたんだ！男っぽくなるし、胸は縮むし、全部お前のせいだ。お前が壊れたデッキで俺を再生したからだぞ。俺の巨乳返せ。わかってんのか、こら。わかったから服を着ろ。服を、恥ずかしくねえのか。見られたって減るもんじゃねえよ。だいたいこれ以上減るとこねえだろ。うん。
萌美ちゃん一筋に、うん、私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。悪いな、俺お前のこと趣味じゃねえよ。あの時俺がしっかりしてたら萌美ちゃんまで失恋させたりしなかったのに。萌美ちゃんどんな気持ちでたかしに会うんだろう。かなり落ち込んでるだろうからな。よくそうやって人のことばっか心配できるよな。今時国宝もんだぜでもそこがお前のいいとこだよな。愛ちゃん妙に優しかったな。胸のこと吹っ切れたのかな。しかし地獄だぜ。たかしだって散った後悔してるだろうし、どんな顔して二人に会えばいいんだ。はあ、気が重いな。よし、ヨタ。で、軽い。何が？あ、そうだ。昨日電話で言おうと思ったんだけどよ。萌美がさ、俺のこと好きだなんてつまんねえジョーク言ってただろ。あんなの気にすんだよな。ジョーク？お前。俺。これからもお前のバックアップしてやっから、くよくよすんな。ヨータ、こいつかたかしってやつ。アイちゃん。チョキ。大変だみんな。ヨータが学校に女連れてきた。なに？あの女がヨータだ。いや、違うよ。あのこいつはその妹なんだ。なんだ、やっぱりね。もし皆さん、もしもし。なんで学校になんか来たんだよ。だっていつもそばにいるって約束したじゃんか。それにヨータと萌美って子が付き合えるようにするって目標立てたじゃん。一応相手のことも知っとかないとさ。そんな状況じゃないんだよ今は。事態は複雑にして怪奇な方向へ。おっぱい返せ。吹っ切れてないのね。学校に行ってもいいかな。いいとも、その代わりどっか目立たないところにいてくれよな。お願いだからさ。オッケー。萌美ちゃん、どうしよう。どんな顔すりゃいいんだ。おはよう、もてうちくん。おはよう。行こう、授業始まるわよ。本気か冗談か知らないけど、あれはショックだったな。
でもモテウチ君言ってくれたでしょ。まだ何も分かってないだろ、頑張れよって。だから私思った、そうだ、頑張って振り向かせちゃえばいいんだってね。そうだね。だから私頑張るから、モテウチ君これからも応援してくれる？ああ任せてよ。よかった。モテウチ君ってほんといい人だね。するんだよ。モテウチ君ってほんといい人だね。だってさ、聞いてたのか。バカなだけだよな。好きな女の子の恋の応援するんだぜ。こんなバカ他にいねえよ。お前っておっぱい大きい子が好きなんだろ。そんな、俺はそんなこと。お前ってほんとバカけど、そういうバカなやつ好きだぜ。嫌われてねえんだからさ、お前にも望みはまだあるさ。相談に乗ってもらってるから、そのお礼にと思って。あら、とってもいい匂いするわね。ほんとだ、うまそうな匂い。あのきっと隣んちの晩飯だろ。あのさ、今台所散らかってるからさ、片付けるまで上で待っててよね。じゃ私も手伝う。あ、いいっていいっていいって、ヨータの部屋で待っててくれ。お前もしかして飯作っちゃった？そんなわけねえだろ。さて片付けるかな。なんだ、愛ちゃん慌てて。あ、写真。いや、萌美ちゃん。何？よかった。ちょっと待っててね。どうぞ。失礼します。あの奥手のヨータが萌美ちゃんを連れてきたんだ。しゃあないわな。あー、ここがモテウチ君のお部屋。
萌美ちゃんが、本物の萌美ちゃんが俺の部屋にいる。こんな日が来るなんて幸せ。あ、ベッドにでも座ってよ。うん。萌美ちゃんのお尻がベッドに。すごい素敵なお部屋ね。俺はベッドになりたい。愛のやつまた下着を。ヨータ、パンティ握りしめて何やってんの？アイ何しに来たんだよ。片付けが終わったから知らせに来たんじゃんか。萌美ちゃん、いいよ。はい。萌美ちゃんの手料理が食べられるなんて、やっぱ料理する女の子の後ろ姿って最高だな。萌美ちゃんが入っただけで死んでたキッチンが生き返った感じ。ちょっと自信ないんだけど、冷めないうちに。さあどうぞ。うわー、うまそうだな。どんどん食べてね。萌美ちゃんの手料理。教えてくれ。この程度でいいならいつでも。この幸福感ずっと続けばいいのに。デレデレしちゃってよ。まあ今日くらい幸せな気分にさせとくか。ああ、俺の料理はゴミ箱行きだな。ごちそうさま。何言ってんだよ。コーヒーくらい俺が入れるよ。いいのよ、愛ちゃんは座ってて。今日は私がやるから。私そろそろ帰らなきゃ。じゃあ愛、お前送っていきなさい。は？送りたいのは山々なんだけど、食いすぎで動けねえんだ。しょうがねえな。それ変わったお洋服ね。え、あ、これこれはコミケのコスプレ用に作ったもんで。コミケ？うん。いや人に聞かれたらそう答えろってヨータ。あ、いやそれよかさ、今日どこで兄貴に会ったの？お店の前。顔真っ赤にして立ち往生しちゃっててね。私買い物付き合ってあげたの。あのバカ、買い物もろくにできねえのか。どうしようもねえやつだな。そんなことないと思うよ。妹思いのいいお兄さんじゃない。どこが？いつも私の相談相手になってくれるし。今日も相談したのか？え、うん、してない。だって今日はお礼に来たんだもん。相談しだしたらさ、モテウチ君って真剣に考えてくれちゃうから。モテウチ君って優しい人だから。私、モテウチ君のこと好きになってればよかったのにな。
切ないな、ヨタ。無駄な努力しちまったよな。まあ所詮こんなもんか、ビデオガールなんてのは。それにしてもヨウタのやつ、萌美ちゃん萌美ちゃんって舞い上がっちまってよ。あー、なんかムカムカしてきたぞ。お前がいない間に食っちまおうと思ったんだけどさ、犬だってもうちょっとマシな隠し方するぜ。それにその指見りゃな。うまいぜこれ。びっくりしたよ。ああそうだ、後ろの袋開けてみ。モール街のブティックで見つけたんだけどさ、いつも世話になってっから俺だよ。ちょっと派手すぎたかな。愛ちゃん気に入るといいけど。なんだよ、脅かすなよ。あんまり味な真似すると本気で惚れるぞ。よせよ、俺は萌美ちゃん一筋だぜ。心配すんな、ビデオガールは特定の男を愛したりできねえようになってんだよ。なんだ。でもなんでこんなに胸が苦しいんだよ。
くいい。やったー。あ、よう一人。俺はヨウタと一緒。あ、そんなんじゃ女の子にモテないユウだ。みちゃん、くそ、だいたいお前が言ったんだろ、今日デートしたいって。バカだよアイちゃん。俺も大バカ野郎だけど。キャラって標準語ばかり話すのかな。そんな疑問をお持ちのあなたに送る。あたいは田舎のビデオガール。ヨーダー、あっ、ガーッ、ずっとえナンバしよっとか、いきなり。どうしてクリッピーさん、このパイクさ、こんなつんこくなってさ。うんでなかっぺ。ほらな、ポズの中でパイクさんが一番好きだったんだ。おいやー、あーいや、そんな具は男っぽくなるせ、パイクさつんこくなるせ、みんな割のせいだ。割が壊れたデッキでオラ再生すっからだっぺ。オラのデカつつさ返してけろ。わかってんのけ、割れ。わかったけん、福馬着ろ、福馬。恥ずかしくなかねえ。せやけど、モテウチ君言うてくれたやろ。まだ何も分かってへん。頑張らなあかん。せやさかいうち思った。そうや、めちゃ気張ってこっち振り向かしたるわいって。そうばい。うまか、こげんうまかもん食うたんは初めてば。褒めすぎやわ。なあ、これいけるわ。おらぬも作り方を教えてきろ。こないなもんでよかったらなんぼでも。うちそろそろ帰るわ。じゃったらあい、おはんを送っていきんしゃい。なで行きたいのは山々じゃけんど、食いすぎて動けんばい。スカだねな。こっち大将。え、カルカ。なんでゲス。あ、そうでゲス、昨日お電話でご中心と思ったんでゲスがね、萌実嬢が私におかぼれなんてちょいとおつなこと申してましたが、気にすることはござんせんよ。どこの言葉それ。どうでした、結構いけますよね。次回からはこの調子でサブ音声に方言バージョンが入るので、みんな楽しみにしていてね。こら、あれ嘘こくんでね。まったく、ちょっと目を離しやすい。バイバイ。お後がよろしいようで。